はい、どうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はい、こちら見ていきたいと思います。はい、先日ねアダムツキーさんで購入したばかりのドミカギフトですね。もうこれ気になるんでね、早速ちょっとね見ていきたいと思います。今回改めましてドミカギフトの楽しい乗り物セットビデオ付きですね。そのね名前の通り、上ねこれも楽しい乗り物ということで、4種のねドミカがこんな感じでね入ってます。でビデオ付きということで VHS のビデオテープが付いてると。ちょっとね中身をお見せすることはできませんが、まあこれ内容のスクリーンショットですかね。はい、こんな感じのね写真が載ってます。なかなかねもうこことか見てもらうと分かると思うんですけど、こう時代を感じさせるね、はい、車両ばかりが並んでるんで、いつか僕もちょっと見てみたいなと、はい思ってます。いやもうビデオもそうなんですけど、非常にこの車両も楽しみですね。で今回アダムスキーさんで2980円、こちら未開封ということで購入しました。でちょっとこう調べたところ、このねトミカギフト自体は発売されたのは2002年頃ですね。そのようになっておりまして、定価は2000円ぐらいなんで、まあ未開封品としてはそこまでね高いものではないのかなと思いますね。まあ約もうね19年20年ぐらい前のねトミカギフトになってくるんでね。で未開封でこの値段ならまあ買いかなと。で箱ねちょっと裏面も見ておきましょう。はい、ざっとねこんな感じになってます。まあセット内容載ってますね。でここもねいいですね、こういう写真。昔のねこうトミカタウンですね。これエネオス、古いエネオスですね。であと消防署とかマクドナルドとかありますこれね。すごいなぁ。おんでこれが、ここ吉野家で、あとこれなんだろう、ドコモショップ。いいね、もう写真見るだけでねちょっとワクワクしちゃう持ってないものが多すぎて、いつか欲しいなと思ってるものばかりです。さあそれではね、未開封なんですがちょっと開けて楽しんでいきたいと思います。ちょっとここから行こうかな。これまず外のビニールをね開けなきゃいけないから、よし、ちょっとこの辺をグッと切りまして、ビニールまず取っちゃいましょうね。よいしょ。今から開封品になっちゃうのは申し訳ないんですけど、さあではでは行きましょうか。お、結構やっぱ綺麗ね、状態いいですね。ほんとね、箱とかめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。で未開封品なんで、こうテープね上とあと、ね、下が今貼られてる状態なんで、完全なる未開封だと思います。よし、じゃあ開けていきましょう。めっちゃかっこいい車両ばっかり。ソアラとかね、ね、トランスポーターとかリフマグとかね、もうはい開けましょうさあそれでは未開封品ですが、オープンさせていただきます。いやー嬉しいね、嬉しいね、嬉しいね、3回言っちゃったさあではでは開けますか。よいしょっと、箱もね綺麗にいきたいと思いますが、よし。さあどうなってんの。あ、なんかこれビニールついてる、これなんだろう、これシールとかそういうやつかな。さあでは登場です。あ、上だけ出てきたなるほどね、あ、こういった感じね。なるほどなるほど。で下に一応ビデオテープが入ってるんで、これも出しておきましょうか。箱がちょっと傷まないように気をつけて。わあ、テープ出てきた。うわ、なんかすごい新品のビデオテープってやばいっすよねおお、あ、なんかもうこの感触久しぶりに味わいましたね。これお父さんお母さんと一緒にね見ているちびっこ諸君、これが VHS ですよ。これが今でいうね動画がこの中に詰まってるわけですね。これいや、こういう文化も本当後世に伝えたい僕らの街トミカプラレールに全員集合っていうね、はい、VHS テープになってます。もうこれ開けません。ちょっと大切にしたいと思います。で一応なんか帯というか説明とかね、そういったものがこんな感じで入ってますね。テープの説明書後でじっくり読もう。まあこんな感じになってます。で感じのねトミカですが、いや、やっぱねもう本当完全なる新品未開封ですよ。状態はめちゃくちゃいいね。日焼けとかも本当このねブリスターパックっていうのかな、これ自体もう真っ白ですね。黄ばみとか本当日焼けとかそういったものがないんで素晴らしい。でここにあのシールついてるんですが、まあこれはあの貴重なものになるんでこの状態にしておきたいと思いますが、このトランスポーターのこのね側面ですね、この下のところ、ここに貼るシールみたいですね。まあお好みで貼っていいと思います。上にねすでにもうこれラッピングがあるので、まあこれはもう使用しないでおきましょう。さあでは車両の方ね楽しんでいきたいと思いますが、一応ラインナップ的にはソアラと、これトランスポーターですね。で火のはしご消防車にリフマグの油圧ショベルとなってるんで、さあでは、どの順行こうかな、こういきましょうかね。うん、ではではまずねソアラから見ていきましょう。ちょっとパックもね出すので気使うんでね、よいしょ、オッケー。
さあ、それでは1段目やってまいりました。まずはね、トヨタのソアラですね。まず全体的にちょっとねくるっと見ておきますが、いや古き良き時代のねかっこいい車両になってますね。ボディ色は、パールのブルーですね。パールのブルーになってて、車両自体はこうオープンカーですね。なので内装はしっかりと見えます。ちなみに内装は黒の成形色になってますね。でフロント部分の作り的にはヘッドライトはこちらメッキ仕上げです。メッキになっておりまして、ギラギラ輝いてますね。でグリルのところはシルバーの塗装でね、こうデザインが再現されているとね、かっこいいね。でフロントガラス周りとかね、ボンネットの部分はこんな感じです。で側面ね見てみると、はい、こうなっておりまして、いいね、素晴らしい、かっこいいボディラインバッチリですね。でホイールはシルバーのメッキになってますね。デザインは標準タイプのものです。で後ろテールですが、こちらねしっかりとトヨタのエンブレム、そしてねソアラですかね、文字がねしっかりこのようにねプリントでしっかりと絵が描いてますね。でテールレンズは塗装仕上げとなっております。で反対側の側面は、はい、こうなっておりまして、で続いて上から見てみると、はい、こんな感じで、底の部分は、はい、このようになっております。でこちらの車両はねベース自体は、2001年ので、こちらがナンバー24番ですね。スケールは61分の1でトヨタのソアラです。でこの車のねギミックの方はね、サスペンション機能がついてます。はい、ということで1台目かっこいい車両になっておりました。まずはトヨタのソアラでした。さあ、それで、ね、残りの車両をどんどん見ていきたいと思います。さあですね、2台目行きましょう。こちらね、はしご消防車ですね。よしと、ではでは、よし、出していきましょうか。はい、こちらもね、安定のかっこよさですね。まずね、全体ね、ちょっとくるっと見ておくと、はい、こんな感じになってます。もう、いつの時代も大人気のはしご消防車。まずね、はい、フロントの部分、こんな感じになってます。ヘッドライトとグリル、バンパーとナンバーですね。ここは、シャーシと一体になっておりまして、こんな感じで、銀色ですね。でボディのカラーは消防車ということで、も赤色ですね。はい、このようなソリッドの赤のね塗装になってます。もう消防車といえば本当このカラーですね。で側面横から見てみると、はい、こんな感じです。こちらにはね大きいねこう消火ホースがこうくるくるっと巻かれてね装着されてます。ちなみにこちらは白の成形色になってますね。で形も本当よく出て、あ、ここには金色で消防庁の文字書かれてますね。でここはちょっとこう細かい塗装ですね、こんな感じで入って、でホイールは赤色の塗装になってますね。はい、このような感じ、片側3輪ですね。でほんとね細かいところまでよくできてますね。でこのね、なんて言ってもこのはしご消防車後ろのこの部分ね、白の成形色ではしごがついてます。これもね特にね経年劣化によるこの日焼けとか色の変わりとかそういったものはないですね。もう真っ白で非常にいい状態で、その土台の部分ですね、ここもねあの赤のね成形色になるんですが、ここも特に色の変わりとかないですね。綺麗なね形で残ってます。で後ろテールの部分ですが、こちらは特に塗装の塗り分けとかないんですけど、形は細かくできてますね。でリアバンパーに関してはシャーシと一体となってます。で反対の側面ですが、まあ、こちら側は、まあ、先ほどの目とね同じような感じですが、消火ホースです。消火ホースに警視庁の文字がね書かれてます。で上から見てみると、はい、こうなっていて、はしごの存在感がすごくかっこいい。で底の部分はと、はい、こんな感じになってます。でベースになっているのは、こちらは年号は書いてないんですが、ナンバーが29番ですね。29番の日野ファイヤーエンジン、そしてスケールはね125分の1となってます。でこの車両ですね、はい、ギミックの方ね、まずねサスペンションがついてて、ではしごの部分が、はい、こんな感じで上下します。結構可動域ありますね。でこのね土台ごとくるっと360度回転して、ではしごの部分はこんな感じで、2段階ですね。はい、このように伸縮ねできるねギミックにもなってますね。まあ、今でもおなじみのねギミックなんですがね、もう昔からねあるね素晴らしいギミック搭載のはしご消防車でした。めちゃめちゃかっこいいですね。ということで、もう安定感抜群でしたね。2台目日野はしご消防車でした。さあ、それではね続いての車両を見てみましょう。さあ、それではね行ってみたいと思います。3つ目ね、こちらトランスポーターですね。トミカウイングトランスポーターという名前です。
さあそれではね出していきましょう。よしと、まあ、先ほども言いましたが、こちらは付属のねシールを一応ね貼り付けるような形になってますね。で車両ですがね、はい、まずね全体的に見てみるとこんな感じです。いいですね、こうトミカのねマークやイラストとかですね、あとこっち側プラレールでしたね。まあこんな感じのデザインになってて非常にねかっこいいねトランスポーターで、細かく見ていくとまずねフロント顔の部分こんな感じです。グリルの部分はですねちょっとこうはめ込みの成形色になってますね、黒色ですね。でそれ以外はソリッドのホワイトになっておりまして、窓ガラスの部分は黄色のこうクリアパーツになってますね。はい、こんな感じです。で上の部分にはおなじみトミカのロゴが書かれてます。でナンバーも1176ですね、こんな感じでね書かれてますね。で側面見てみましょう。はい、横見てみるとこうなってます。本当ねかっこいいね、トミカ箱とかでこういうデザインの、ね、車両を配ってほしいですね。この部分ね、まあ作り的にはちょっとこうシール貼り付けになるんですが、トミカのロゴやあとねこれはもう20年ぐらい前の車両たちですね、こんな感じでトミカのね写真がねプリントされてます。いいですね。で、ここの部分自体はグレーの成形色になってますね。でタイはねベーシックタイプで、シルバーメッキの片側3輪です。で後ろテールの部分は、はい、こうなってます。この面はあのシンプルですね、何も特に塗装とかないのかな。リアバンパーはシャーシと一体なんですが、白色のねソリッドカラーになってます。で反対側の側面、こちら側はね最初トミカと思ってたんですけど、こっちはプラレールになってると、こう2面楽しめる感じがほんと素晴らしい。でこちらにもこう懐かしいね車両たちがね、もしかしてこんな感じでプリントで書いてます。これは江ノ電かなこれいいね、ほんとね、ね懐かしい。これ光レールスターですかね。もうね喋り出すとね長くなりそうで上から見てみると、はい、こうなってて、こちらにはトミカとプラレールのおなじみのロゴです。で底の部分は、はい、こんな感じになってます。でこちらはですね、ベース自体は1983年って書かれてますね。で車両名が、扶桑トラックとなってます。で、あ、こちらにナンバーもありました。ナンバーが7番でスケールが、102分の1となってますね。でこの車両ね、ギミックですがサスペンションはないんですが、まあ、ウィングトランスポーターということで、はい、こちらですね、ウィングトラックになってます。この部分がパカッと両方ともね開くようになってて、もう今にもね空飛びそうな羽のようなね形にすることができます。で中にもしっかりとこう荷物をね詰めるような状態ですね。いいですね、エジカラがやっぱあるかっこいいですね。ということで、はい、こちら3代目ですね、トミカウィングトランスポーターでした。ぜひぜひこういったデザインのねトラック、トミカ博とかでね活躍してほしいです。さあさあそれではね続いての車両行ってみましょう。では早いもので、最後になりました。こちらね、リフマグ油圧ショベルですね。さあではではこちらも出していきたいと思いますが、ね、出しまして、でこちらはあの鉄骨付きですね。はい、こんな感じで鉄骨ついてます。で車体の方ですがね、まずね全体的にね見ておくと、はい、こんな感じになってます。リフマグ式の油圧ショベルということで、リフティングマグネットだったかな、それの略だと思いますね。この部分がマグネットになってます。で車体自体ちょっと見ていくと、フロントの部分、はい、こんな感じで、まあ今言った通りねこちらねマグネットがついてて、でこのねアームの部分ですかね、こちらはグリーンの成形色ですね。ただまあほんとしっかりとねした色になってて、特に焼けとかもないですね、非常に状態いいです。で横から見てみると、はい、こんな感じです。タイヤはキャタピラですね、はい、このようになってます。で運転席には黒の塗装で、あとそれ以外はグリーンですね。で特に車名とかは書かれてないですね。で後ろ見てみると、はい、こうなってて、まあこちらもシンプルですかね、特にテールレンズそういったものはないですね。で反対側の側面見てみるとこんな感じです。で上から見ると、はい、こうなってて、こことか黒の塗装の色分けされています。で底の部分はと、おっとキャタピラずれてるね。よいしょ、こういったねゴムのパーツが結構劣化しやすいんですけど、非常にいい状態でね残っているなとは思います。ただちょっとずれてたんで変なあの癖がついちゃってるんですけど、ね、一応をちゃんと、はい、稼働しますね。よかったよかったよかった。よいしょ、見えるかな。はい、こんな感じになってて、ね、ちょっと分かりにくいかなとは思うんですけども、一応ねナンバーが9番ですね。で年号自体は1994年ってなってます。多分見えないと思いますが、あ、回したらいいのか、こうしたらいいよね。あ、でもここでも見にくいかな。若干まあ見やすくなりましたけども、スケールがね122分の1ですね。まあこのような感じのベースになっておりました。で付属のね
鉄骨、はい、こちらはこのようになっております。グリーンの成形色で、こちらに一応こう鉄板って言っていいのかな、このようなね、こう磁石がねくっつくような形になってます。でこれらを使いまして、この車両のギミックですね。まずアームがですね、これ付け根とこの部分ですね、2箇所稼働するようになってるんで、まあ、しっかりとこんな感じで動くと。で運転台が360度回転ですね、はい、このようにくるっと回すことがよいしょできまして、でリフマグということで、先端の部分もね、こちらちゃんとあの磁石になっているんで、先ほどねお見せしたこの鉄骨、これを多分くっつくと思います。はい、こんな感じでね、鉄骨をくっつけて遊ぶことがねできるようになってます。長い間封印されてたからね、磁力とか失われてないかなと思ってちょっと心配したんですけど、しっかりとねこんな感じでねくっつけることができます。いや、ということでね、こちらも本当に素晴らしい車両でした。ラストですね、リフマグ油圧ショベルでした。はい、ということで、今回はですね、先日ねアダムスキーさんでね、なかなかいいね安いお値段で手に入れたと思います。こちらね新品未開封でしたね、トミカギフトの楽しい乗り物セット、ビデオ付き、こちらねちょっと見てみましょうか。さあ、いかがだったでしょうか。もうほんとね、あの時代を彩るというかね、もうね古き良き時代の、まあ僕にとってはそうなんですけどもね、そういった時代のねトミカをちょっとねこう日の目を見るというか、こう空気に触れさせてあげてね、やっとの思いでねこうね表に出すことができました。まあ未開封のままで置いといてもいいんですけど、まあ、こうやってね出してみるのも本当にねいいと思います。でビデオに関しましてはちょっとまだねあの見れてないんですけどね、あの今あの家にデッキがないんで、またちょっと機会があればまたちょっとこれね楽しんでみたいかなと思います。多分非常に懐かしい映像がねこう含まれてると思いますんで、まあ僕自身もねこう楽しみにしたいと思います。まあといった感じで、まあたまにねこう中古ショップとかに行くとですね、まあ好きなトミカがねお宝がね眠ってる可能性がありますんで、まあその人によってね価値観があってね、どれがお宝かちょっとわからないんでね、まあ、ぜひぜひ皆さんね、今のコロナ禍がこう落ち着いたらリサイクルショップ周りとかね、ちょっとね楽しんでねお宝ね探してみてください。こういったねちょっとお得なトミカギフトを見つけるとめっちゃテンション上がるんで、なかなか楽しいね時間の過ごし方だと思いますので、気になった方はぜひ探してみてください。まあということで、はい、今回はこの後に締めたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますので、よろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近でもらいね公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるので、ぜひねお友達とよろしくお願いします。では今後もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またねぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。